から。ここで切り替えないんだね。あ、そういうことです。こっちはこのままでいい。しゃべくりまっしろ、始まるよ。はい、皆さんこんばんは。11月23日月曜日、526回のしゃべくりまっしろの時間がやってまいりました。今日のまっしろはですね、まあ、3連休の最後ということだったんですが、その点ですね、やっぱりお客さんはちょっと少なかったかなということです。でも結構都会の方からね、見えたりなんかして、コロナの関係もあるんですけども、まあ用心しながらですね、進めていければいいかなというふうに思っております。そんな松代でございます。今日はですね、今日のゲストをご紹介いたしますけれども、松代のですね、ご案にございます蓮城寺住職の早川陽生さんにおいでいただきましてですね、あれですね、境内でバナナを栽培してですね、株分けをして栽培の普及を目指してるって、ちょっと頑張ってる住職さんおいでいただいてですね、いろんなお話を聞きたいなというふうに思ってますので、よろしくお願いいたします。まあ初めにですね、蓮城寺さんの場所ですね、それをちょっとね、見ていただきたいと思います。マスロテレビですね、まあ、町歩きセンターの中でございますけども、これから行っていただくとちょうどここにございます。まあ、お寺さん3軒あるんですが、ね、ちょうど真ん中ですね。そんなところですね、まあこういう形でちょっと見ていただいて、住職さんお願いします。はい、うん、はい、入り口のところの右手に書いてある水蓮上人ご一泊のということで、鎌倉時代に今の、海津城のあるところに元はあった海津寺というお寺なんですけども、そこの、まあ一角にお寺があって、はい、そこが、鎌倉時代に自転車人が佐渡の流罪、に遭うその行き帰りの時にこの松代を寄って行かれたというところでお寺ができた、その時に一泊をされたということからこのお寺になっていったので、そのご一泊の宿と、お寺ということで、あとは薩摩道山先生ひっくり薩摩家の菩提寺ということで、はい、皆さんにはよく知れてますね、はい、これは本堂の真正面という形になります。で隣ですね、これ左、はい、これはあれですね、はい、吉民さんで毎年、お祭りをやっておりましたが、ここは数年ちょっと開催がないんですが、吉民大明神を祭りしている吉民堂ですね、はい、まあ、これが先ほど言いました佐久間税前先生のね、お墓になりますですね、はい、まあ入って右側にあります。あ、さて本題なんですが、はい、このバナナ、
これちょっと説明していただいていいですか。はい、はい、まあ、バナナに興味を持ったっていうところは、まあ、皆さん大体バナナっていうのを見慣れて、はい、食べ慣れて、まあ、珍しいものではないぐらいの、はい、感じですけども、ここ8年前に、73回目の、しゃべくり祭りも出させてもらってた時に、はい、少し触れたラオスで学校の校舎の支援活動をしている関係で毎年ラオスに行っているんですけども、はいはい、その時に式典だとか、先生方との会議だとか、はい、村の人たちに呼ばれてお家に、呼ばれてお伺いした時とかに、必ずと言っていいほどバナナを出してくれるんですね。で、まあ、ただのバナナじゃないかという感じで、食べるわけなんですけど、はいはい、それがなんだか、いつも食べてるバナナとは違った、ちょっと違う、甘酸っぱくて、はい、もちもちとしたバナナが毎回出てくるんですね。なるほどね。で、改めてそう思うと、なんだか、今まで食べてたスーパーのバナナは何だったんだというふうに思うようになってはい、はい、バナナをちょっと調べてみたいな、知りたいなというふうにして、いろいろ調べていくとですね、なんと昔のこれ昭和9年の新聞の広告、バナナの普及推進の多分、チラシなんでしょうけど、こっちのこれだね、そこでバナナは知恵の実っていう言葉が出てですね、そこでそのバナナの植物学上の名前の由来っていうのがお釈迦様に関係しているということが書いてあるのです、なんだか面白いなという、これがそうですね。そうですね、で、また他の台湾バナナの台湾の方の、ホームページを見てもですね、はい、なぜかバナナの説明のところにお釈迦様が好んでよく食べたなんていう記事がこの当時出ていたんですね。ますますなんだかバナナに興味を持って知りたいななんていうふうに思ったっていうところで、まあ、こういうバナナ学入門というこれ本があるんですね。バナナに関する本っていうのは探すと結構たくさんあるんです。あ、そうですか。バナナの歴史からバナナのなんだかんだいろいろあってですね、それを一通りみんな購入しましてそうですか。読んでいろいろ勉強していきつつ、ある時また、別の角度からですね、まあ、北辰流のお杯の儀っていうね、ありますありますけども、はいはい、大体まあ、能楽の、関西流の演目の中の一節を、歌って、杯を、差し上げるっていう儀式ですけども、はいはい、その時に能楽の歌を歌うんですね、で関西流宝生流いろいろあるんですけども、その中にそのコンパル流っていうのがありまして、コンパル全竹っていう最初に流派始めたその人の演目に芭蕉という、はい、演目があると、なかなかこれあんまり、されないようで、何年か前に何十年ぶりに、やったっていうようなぐらい珍しい演目なんですね。これが山寺を舞台にした芭蕉の姓が、その仏教の教えを聞いて喜んで舞を舞うっていうストーリーなんですね。またお寺に関係するということで、芭蕉をお寺で植えてみたいなというところで、でどうせなら食べられるバナナも植えてみたいなというところで、いろいろ調べていくと、なんとかその耐寒性のある寒さにそこそこ、まあ、強いと言われる品種もあるんだと、あとはそのずっとバナナといえば3メートル4メートルになる大きな、ものなので、はい、その中でも Y 性といって背の低いタイプのものがあるというところから、その中で、育てられそうなものを選んで購入をして始めたのがちょうど9年前ということですね。なるほどね、はい、まあ、これでも冬なんかもまた大変ですわね。そうですね。だからこれからまあちょっといろいろとね、栽培方法みたいなことをちょっとご説明いただかなきゃいけないんですけども、はい、一応まあこれ並んでるこっちが、なんだっけ、ハスのあれだったりしちゃって ね、はい、ね、このこちら側が一番、今年のこれ春先ですね、越冬させて外に出したもので、これは全部
1年目の大きさのものですね、うん、これがラオスでいつもあの、うん、行くとお伺いすると出してくれるバナナですね。バナナでね、これは向こうの写真ですね。そうですね、見た目あのいつも通常食べてるのとちょ若干大きさとか、あれが違いますね、うん、これが9年前の夏に購入した、うん、バナナたちですけども、なるほどね、まあ、結構綺麗、場所も、うん、その時は購入できずに別の品種、とか、うん、食べられるものも、うん、この背の低いタイプっていうのを選んで育て始めましたが、うん、夏の終わりなのでどうしてもすぐ秋になって冬っていうような時期だったので、はいはいはい、すぐ温室のビニール、これホームセンターで売ってる小さな、うん、1メートルそこそこのものを買って、うんでうん、そこに入れたんですけど、うん、しおれちゃった。そうですね、どうしてもあの朝晩の冷え込みがなかなか耐えられなくて、はいはい、でちょっと大きめのものを買い直しをして、はい、そこに全部入れたんですけど、はい、どうしても朝晩のこの冷え込みには勝てなくてですね、だんだんこう黒くなってきちゃうの で、うん、でいよいよもう危ないと思ってこれ部屋の中に入れた時の写真ですね。なるほどね、ほとんどダメだったんですけど、うん、ちゃんとまたこう復活して、ね、はい、で始めて、うん、来ました。ああ、でこれがユッキー。そうですね、これで1ヶ月と2ヶ月経ってこのぐらいになったんですね。でいよいよその年明けて4月に、外に出して、うん、外で、ね、栽培を始める、ね、うん、ああこれ大きくなって、そうです、結構部屋の中でも大きくなって順調かと思えたんですけども、うん、これ簡単にポキッと風で折れてしまってですね、これはいけないと、うん、ということで新しい別の品種を購入をしまして始めたのが、うんうん、あの今あのバナナの収穫ができているっていうこの品種にたどり着いて、うん、これが順調に、うん、これまたこの秋ですけども、やっぱり簡単に外のこのビニールハウスって倒れちゃうんですね、うん、なのでもう危ないなということで、うん、部屋の中にちょっと大きめのビニールハウスを、買って取り込みまして、うん、そこにこう ぎっしり詰めて冬を出している写真ですね。なるほどね。でなんとかこれは次の年に外に出して、うん、また4月からこうやって始めて、うん、これだけどこんな大きいやつ運び、そうですね、運んだり入れたりするんですか。はい、そうですね、まだこの状態だと意外とまだまだ大丈夫ますけどね、うん、こうなってきちゃうと厳しいかな、そうですね、うん、これはどうしちゃって、いよいよこのこれを秋口で入れる時の最初のこの越冬を本当に考えた時のものなんですけども、いろんな日本各地であの栽培している方がまだ新潟だ、いろんなところにもいらっしゃってですね、で掘り上げて何度とかにしまっておいて、また春になれば外に出すっていうような基準を載っていましたので、私もそれに習って、あとまあ長芋のようにあの土壌にくるんで入れておけば持つのかなと思ってやりましたら、ちょっと失敗しました、うんうん、これがそうなんですね、やっぱり中心がちょっと黒くなっちゃうとどうしても難しくてですね、うんうん、で失敗して、でその他の小株はずっと部屋で育てていましたので、またそれを外に出して始めてということで、こういうのの繰り返しになるんですね。次の年をこうやってあの麻布を巻いてぐるぐる巻きにして越冬させたんですけど、これは失敗しました、でも冬は越せなかったので、なるほどね、また次の年には小株からまた始めて、あと4年前に初めてこの収穫できる結実のバナナハートが出てきましたね。なるほどね、この赤く紫色のこの花びらのようなののところから一房ずつ10本こうやって出てくる。そうですね、出てきて、このバナナの実の先っぽのところが花、ここがね、はい、そこが花になりますね。はい、これも色づいてきた。一応はですね、あの、まああのそのまま鳴らしながら収穫できれば一番なお理想的だなということでずっとつけているんですけど、どうしてもバラバラと1本2本と熟して、うん、他はまだっていうこんな状態になるんですけどもね、これもあれですか、色ついたら食べちゃってもいいんですか。そうですね、少しずつちょんぎって、ほっとくとあの割れても来ちゃいますし、あー、なるほどね、そのしぼんできちゃうので、うん、やっぱりそれなりの時に取らないと、うん、もったいないですね。なるほどね、これが倒れちゃうもんね。一昨年ですね、台風で真っ白も何度か通過するたんびにこうやってこけてしまってですね、倒れて、うんうん、でバナナがポロポロと落ちてしまって、ね、この年は5本ぐらいしか収穫できなかったんですね。ね、うん、はい、これはその時のですかね、うん、はい、
あ、これもうまくできてるじゃないですか。これは去年ですね。こうやって出ると嬉しいですね。そうですね、これは去年は45本つきました、ね。うんうん、あ、これすごい、45本、はい、すごいですね。こうぷっくりとね、かわいいんですね、で一応本堂の方で、はい、お供えをして、はい、そこから、こうやって干して、釣って、黄色くさせていきます、これ今年のお正月に部屋の中で出てきてしまったですね。あ、なるほどね、はい、こうやってやってってみるとすごい ね、これまたハスの花もすごいです ね、まあ負けじとあれだ ね、競争してやるみたいな、あ、これもすごいですね。5号6号で、それぞれに60本70本ついて、今年一番の収穫の、なるほど。で、大きさの比較ですね、これ右手が、台湾バナナですね、台湾バナナ、左手が私が育てているのと同系統の大きさ、なるほどね、はい、まあ、こんな感じで釣って黄色くしていきますね、はい、これ株分け、株分けの写真ですね、あの鉢の中で大体収穫できそうだというような、まあ、2年目3年目の、のにはこうやって横から小株がたくさん出てきますので、こうやって切り分けて、これ3本と 3点セットですね、じゃあこれだけで、分けていきますけども、で35リットルバッグ、あとホームセンターで売ってる培養土と、はい、なるほど、肥料ですね、ちょっと忙しいお話でぐるぐるってやっちゃいましたけども、今後これどういうふうなお考えなんでしょうかね。まあ、私の方でお分けできる株っていうのも、まあ限られてはいるんですけども、あの他の熱帯植物とか、あの観葉植物とそんなに大差ない育て方でいけるんだと思います。まあ、実証して実際あの収穫してる ところまで行きましたので、ぜひとも、気軽くでも、やってみようと思って皆さん挑戦してもらいたいなと。あ、なるほどね、はい、じゃあその株なんかも住職のところ行けば、そうですね、お分けできる範囲である時には、私できると思いますし、なるほど、ね、もちろんあのインターネットで同系統のものだとか、はい、もっといい品種とかっていうのも販売してますのでね、あの挑戦できるかなと思いますので、なるほどですね、ぜひとも、実際ね自分で育ててバナナを収穫できるっていうのはまずないことですのでね、わかりました。まあ普及するっていうかね、努力していただけて、はい、まあぜひとも真っ白バナナっていう名前で、ああそうかそうか、商標登録もいいかな、で面白いことやってるぞと、そうだね、なればいいなと、わかりました。まあ若い人お年寄りの方もこうやってやってもらえればちょっと楽しいかなと思います、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。いや皆さん、はい、素晴らしい今日お話、いいでしょう。もうね笑いが止まらなくてねまあ本当に一生懸命見ちゃった、いいでしょう、ね、まあ今お聞きすると、前回出演していただいた時にもう作られていたんだね、もう何年もね10年近く作られて、そうそういうこと、そういうこと、いやそれね、今拝見してね、いやね私ね勝手にこれはレンジ王子研究室みたいだなと思ってる
試行錯誤って素晴らしいじゃないですか。そうそうそう、失敗してまたね、うん、どんどんどん失敗にめげずにね、うん、もうどん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 いろいろ考えをね、うん、こうまとめてね、いろいろ試行錯誤していく、試行錯誤していくっていうね、うん、いや素晴らしいと思ってね。宮坂さんもどうですか、ま、作って感激しながらもね、うん、笑いながら聞いてた。でもバナナ食べられるっていいじゃない。素晴らしい、ね、まあ宮坂さんは酒だからな、無理かもしれないけどね。三田さん一人で言ってちゃう。、はい、まあそれでね、こういうまたあの来週ですね、はい、あ今週だ、今週のね、28日だね、はい、28日の日、一応松戸学講座でねまたちょっとやります。ちょっとあのなんですかね、これはね、原田さん、原田さん、ね、はい、博物館の学芸員さん、来ていただきますよね。初めて見ましたけど、いやいや違う違う、ちょっと緊張してるから。うん、まあこれちょっとね、午後、土曜日なんですけど、午後1時半から行いますんでね、はい、ぜひご参加いただければなというふうに思いますんで、よろしくお願いしますね。はい。はい、ということでお知らせ終わり、はい。はい、お知らせはいいですね。来週は、はい、来週はね、はい、今度は、ちょっと面白いね、今度は剣道。今日も面白かったよ。剣道。剣道で、ね、あのやっぱり自分のね、高校って言ったかな時代からね、うん、やっぱり自分の道場を持ちたいっていうのがあってですね、で、あの今回は自分のその何ですかね、蔵を自分で、それとあと仲間内で、まあ、あの剣道仲間がいる、その中で大工さんもいたり、従業、うん、ね、やる土下屋さんみたいなのもいて、うん、そういう人たちとかね、父兄さんも集めて、それで土蔵の中でこうあの道場を作った。あれご自分で道場作ったの。そうそうそう、うわ素晴らしいじゃん、うん、だからそこちょっと行ってきましたんで、それね写真も撮ったりとかしてきたので、ちょっと面白いかなと思います。はい、それはね来週やりたいなと。来週も面白いね、はいはい、まあ、興味深いね、うん、はい、やっぱりね、結構ねあの指導者であるの、剣道の指導者、でね、段がね7段って言ったかな、うん、結構上の方へ行って、今度は挑戦8段挑戦するとかっておっしゃってたから、どういう風になるかね、まあその今までの経過みたいのもねちょっとお話聞ければいいかなというふうに思ってます。はい、来週楽しみですね。来週も、うん、大変楽しみで、うん、お願いしますね、来週楽しんでいただきたいと思いますけど、はい、はい、そんなことで、はい、わかりました、よろしくお願いします、はい、それでは来週のしゃべくりまつろうどうぞお楽しみに。はい、お願いいたします。松代はあなたの街。それそれそれくり松代、また見てねー。